石槌山、石槌山、石槌山、石槌山は、四国山地西部に位置する標高1982メートルの山で、近畿西を西日本とした場合の西日本最高峰である。愛媛県西条市と熊高原町の境界に位置する。石鉄山、石山、石、土山、石槌山あるいは、伊予の高根などとも表記される。日本で意には、石槌山と記され、 演技式の神明帳、演技式神明帳では、石鉄神社と記されている。前神寺及び、横峰寺では、石山、石間山とも呼ぶ。石槌山は、山岳信仰、修験道の山として知られる。日本百名山、日本百景の一つであり、日本七霊山の一つとされ、霊峰石槌山とも呼ばれる。 石槌山無役の中心的な山であり、石槌国定公園に指定されている。正確には、最高峰に位置する、天狗岳、天狗岳、標高1982メートル、石槌神社山頂舎のある未線、未線、標高1974メートル、南線方、南線方、標高1982メートルの一連の総体山を、石槌山と呼ぶ。 三角点は、天狗岳や未仙には設置されておらず、未仙の北西にある1920.63メートルのピークに三等三角点、石槌山が設置されている。石槌山系の一等三角点、おも小山は、南西側の二の森山頂、1929.24メートルに設置されている。第三期の1500万年前頃まで火山として活動しており、 山体は南側編成体を覆う安山岩からなる。この安山岩は山頂の南側の重固形を中心とする直径約 7km に分布しており、カルデラを形成していた。ちなみに、このカルデラは日本で一般的な情報型カルデラではなく、環状割れ目噴火によるバイアス式カルデラである。約2万年前の最終表記にこの辺りは周氷が作用が働き、 岩石が砕かれ、岩漁の山が形成されたと推定される。石槌山及びその周辺の森林は、団体林、柏林から温帯林、ブナ林、標高1七百メートル以上の阿寒帯林、岳川馬林、白潮、四国白部林と変化に富んでいる。この阿光山帯新葉樹林は、日本最南端のものであり、多様な動物賞を提しており、熊高や早草、 山根などの生息地として重要であることから、国指定石槌山系長獣保護区大規模生息地に指定されている、面積1万858ヘクタール、内特別保護地区802ヘクタール、また林野町の森林生態系保護地域にも指定されている。石槌山は古くから山岳信仰の山とされ、奈良時代には修行道場として知れ渡った。のや、 空海も修行したとされ、山岳仏教や修験道が発達し、信仰の拠点として、石槌神社、前神寺、極楽寺、横峰寺がある。なお、石槌神社中宮の成就者のある成就は、明治初期の神仏分離以前は常住と呼ばれていた。古代の石槌さんは、笹ヶ峰、亀ヶ森及び、小餅権現さんが石信仰の中心であったとする、説。 あるいは現在の石槌山と笹峰の東西二つの霊域を想定する説がある。新居浜市の消防寺では、現在も笹峰の石権原の別当を主張している。海山の伝承として、657年に薬の行者とその友をした宝船が、竜王山、亀ヶ森の中腹標高840メートルあたりで、修行の末石土蔵王権原を監督したという。そして、 そのすぐ下の広い場所に、天賀寺を改装する。七百三十七年に、石戸蔵王権限はさらに高い亀ヶ森の絶頂に、祭られ宮床と呼ばれ、七百五十三年には、香る元が熊野権限を誕生した。その山は、石土山と言われていて、天賀寺はその別島として栄えた。一方、現在の石土山となる山は、石妻峰と呼ばれ、高谷寺。 愛媛県西条湿小松、飛鳥時代創建の住職である一線伊谷地公により、峰寺が開かれ、さらに東山中腹の上獣に前上寺の前身となる道が作られた。その後、その弟子の錆ビ船、上船、伊予国新巨軍の出身が、登山道を山頂へと開く。そして、828年には、亀ヶ森より、石、土山を、現在の石槌山へ、工場、 伊予国風早軍の出身により移され、一山と呼ばれるようになる。平安時代前半には、神仏集合が行われたとされ、山岳信仰特有の金剛座王権限及び、小持ち権元,元が祀られた。そして、官武天皇、782年から805年は、自身の病気平与を東山に祈願し成就したことにより、国史に明治上十二七道伽藍を建て直願寺とし、 金色院前神寺の称号を貸しされた。天正年間には、河野通直、村上通長が、車両、1610年、慶長15年には、豊臣秀頼が車殿を前神寺に寄進した。漢文年間には、小松藩主一柳氏、西条藩主松平氏の記憶により、車殿が整備された。江戸時代初期には、信者の増加に伴い、 前神寺はふもとに出張所を設置してからは常住の本寺を奥、前神寺、ふもとの出張所を里前神寺と呼ぶようになった。その後、本寺機能は里に移っていった。そして、別当職や奥前神寺の辞書をめぐって、最上半寮の前神寺と小松半寮の横峰寺との間に紛争が起こった。古来、石山座黄金元別当は、前神寺が戦勝していたのに対し、 千七百二十九年、教法十四年に横峯寺が、石山座王権現別党横峯寺の隠居を使用したのが発端であるとされ、双方が京都の御所に出所するに至った。そこで、辞書は、小松半寮の戦即三村、管理権と石山座王権現別党の戦勝は、前神寺とし、奥前神寺は、常住者と名称変更され、横峯寺は、仏。 高山一社別党と称するとの採決が下された。1871年、明治四年の神仏分離により、石、蔵王権元は、石土彦命となり、前神寺の寺立は、すべて石鉄神社に、前神寺は廃寺に、横峰寺は横峰社となった。両寺はその後すぐに復興し、新言州に、所属することとなった。1902年、明治三十五年に、 石鉄神社から石槌神社に変更が決定され、石槌彦命、の石槌大臣、石槌山となる。そして、明治時代中期以降は、石槌神社、前が見てら、横峰寺はさらに多くの信者を集めるに至った。毎年、7月1日から10日までの間に、お山開きの神事が取り行われ、多くの信者が参拝登山に訪れる。 古くから、お山開きの期間中は、女人禁制とされてきたが、現在では7月1日だけが、女人禁制となり、女性は、上司者まで、また土小屋用拝殿までで山頂まで登ることが出ない。石槌さんの頂は、通常は、天狗岳のことを指すが、未然から天狗岳までが岩場であることや、天狗岳に多人数が留まれるスペースがないこともあり、天狗岳直前、 約200メートル手前の未線までの登山者多い。未線には石槌神社の鎮座のほか山頂小屋がある。未線まで3箇所の鎖場があり、下から1の鎖33メートル、2の鎖65メートル、最後は3の鎖67メートルと続くが、迂回路もある。1の鎖の手前に前者が森、 1592メートルの岩峰にかかる試しの鎖74メートルがあり、これが最も急勾配である。未仙への鎖は、近世頃よりかけられたとされ、1779年、安永8年に鎖が切れ、翌1780年、安永9年に鎖のかけ替えを行ったとする記録である、石鉄山未仙殺事の里氏が、前神寺旧記に残されている。 山頂からは、瀬戸内海、および、土佐湾、見通しの良い日には退散をはじめとする中国山地、九州の九十連山まで望むことができる。主な登山コースは、石槌登山ロープウェイ仕様の常住者コース、石槌スカイライン、または、ビンガ森林道を使用の土小屋コース、おもご渓谷コースの3つが一般的であるが、ロープウェイを使わないコースとして西の川登り、山口から、 夜明かし峠に至るコースや、今宮道から、上住社に至るコースもある。上住からの登山道が、表参道、おもごからが、裏参道と呼ばれる。西の川登山口からのコースで、毎年遭難騒ぎが起きているので不十分な用意は、禁物である。天狗岳直下には、傾斜が強くオーバーハングした北壁が落ちており、四国一といっても良いロッククライミングのフィールドを提供している。 南西斜面の中の沢、南沢は沢登りのルートとして知られる。なお、道が森から二の森経由で石槌山に至る石槌山脈主線重装ルートもある。さらに石槌山旧石十六王子社という行場を巡りながらの倒廃もあるが経験者の案内のもとに行かないと行きつけない。なお、年に一度秋に石槌神社が倒廃会を再興している。 動画、森二の森石土山岩黒山小持根源、山亀ヶ森西黒森伊予富士寒風山、笹根父山。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。